でまあね、今日はだからこのネトウヨと J リベラルに抗ったってことでね、はい、まあ、右と左っていうものの中間の中で活躍されてるお二人を呼んで、うん、今のネット界どう見えてますかみたいな。コロナの件見ていると、例えばリベラルって言われてる人たちがロックダウンを主張していて、保守の人たちがむしろなんかこう自由とかを大事だっていうように言ってると、それなんかねじれてるんじゃないかっていうのと、でもそれがある意味では本来の姿、つまり左翼の方がある意味設計主義なので、そういう科学的なデータに基づいて行動したら全ての社会が良くなるんだっていう考えで、保守の方が逆にそんな人間の知性を信じちゃいけないから、そういう居酒屋のコミュニケーションとか大事だっていうふうに唱えてたってことを捉えると、今のその右と左コロナに関係して分かれたのは元の姿に戻ったということもできるとは思うんですけれども。いや、僕は単純にやっぱり保守とかネット浴槽って飲食店経営者が多いんですよ。零細事業者が多いから、なるほど、だから言ってるだけだと思って、そんなにあんまりすごい話ではないと思います。これね、三浦瑠麗さんがなんか日本の分断って本の中で書かれてた、経済左翼の場合は給付金配れ派ですよね。右の人たちは多分経済回せ派じゃないですか。でその軸だと今の話で完全に説明できると思うんですが、社会保守と社会リベラルって軸があるだろうと、はいはい、でそれが私のさっき言った話ですよね、つまり設計主義と反設計主義、つまり保守と言われてる人たちが飲食店とかの零細事業者が多いから、うん、だからこそああいうことを言ってるだけだっていう問題は、僕としてはむしろ一周回って深い問題だと思ってて、うん、これ要は丸山雅夫のアインテリ問題なんですよ、うんうん、そうで、このアインテリの問題って結構深くって、で自民党ってやっぱりそういう中小事業者とか、丸山雅夫がアインテリって呼んだ人たちっていうのは戦後かなりこう組織化してきたと思うんですよ、はいはい、でそれに対して昔古谷さんと文芸春秋ですごい前に来た時があって、はい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 、その時にネット右翼が一応テーマだったわけですよ、はい、じゃあネット左翼あるのかって問題になったと思うんですよ、はいはい、で私なんかは多分似たようなもの出てくるだろうっていう、予想して、古谷さんちょっとそれに対して否定的なご見解だったと思うんですけれども、はいはい、今の SNS とかの状況を見て、そのお考えあまり変わらないんですか？あんまり変わりませんね、うん、やっぱり共産党がある以上は、うん、ネット左翼的なものは、うん、なかなか出てきづらいと思います、構造的に。なんか今 SNS 見ててなんかそういうのは感じないですか？なんか私なんか見るとネット左翼的なものは出てきづらい、共産党に吸収されますので、結局そこで安堵しちゃってるというかですね、自分の声の代弁者が国政政党でもうがっちり言うもんですから、うん、なんでネット用が出てきたのかっていうと、自分の声を代弁する、分かった、古谷さんの図式が分かった、つまりネット用っていうのは保守勢力内のある種 この改革運動として行われているという、うん、そうですね、いうふうに捉えているので、したがってネット左翼は改革してないじゃんってことだよね。それで右も左もそうだと思いますけれども、まともなのとやばい人って絶対地続きなわけですよ、同じグループの中にいるわけですからね、まあ、そうですかね、でもその中2つが違うっていうことを言っておかないと、それどんだけ陰謀論みたいな人間でも、愛国って言ったら全部自分たちの仲間ってなったら、そういう腐敗した人間を中にこう取り込んでしまうわけですよね、はいはい、そうじゃなくて右左でなくてクオリティの上下みたいなのがあって、まずは足切りみたいなのをして、でその中で右の中にも陰謀論みたいなとんでもとちゃんとしたのがいますよ、これ左もそうだと思うんですけど、そういうふうなことを、まあ、地続きとはいえ意識的に分けるようにすれば、それで私は7年やってきたんですが無理でしたスケール、うん、つまり結局100人とか1000人とか1万人とかのコミュニティを作るも100万人やった方が儲かんじゃねって話だよね。そりゃそうだ、そりゃそうですな、うん、でもちょっと待てよと、ネットって何金儲けのためにやってたんだけど、だから俺も昔ネットってすげえと思ってた時に90年代にいろいろ本とか読んでたんだけど、やっぱりさ、ネットって本当は資本主義とかなんとかでぐわーってある中にコミュニティ作るためのさ道具として、ハワード・ライン・ゴールドのツール・フォー・なんとかみたいな本とかさ、スティーブン・レビーのねハッカーズとかね、僕はそういうものを結構真面目に読んで影響を受けて、で僕はプログラマーじゃないけど、インターネットカルチャーの精神みたいなものっていうのになんかすげえなと思ってやってたところがあるわけ。それがいつの間にかみんなスケールの話ばっかりしかしなくてなってさ、インターネットの良さってコミュニティ作ることなんですよ、そうか、でそれをさみんな忘れてんの、うん、でも初期はそうでしたね、そうで、だからみんなそうで、パソコン通信の時はそうでしたね、ところがさ今はさコミュニティとか言ってもさ何百万人もコミュニティ集めると金ガチャガチャ来るよみたいな話でさ、そのコミュニティじゃないじゃん、それ単に消費者集めてるだけでしょ、僕は繰り返しになりますけど、僕がネトヨ脱ネトヨをして、いろんなメディアに出て行けば行くほど読者の顔が見えなくなっちゃった、でも古谷さん、でも取り替え可能ってことですか、全ての国の革新が。でもそうすると、つまり全ての国は取り替え可能だっていうことになると要するに取り替え可能なんだけれども、はい、それでも私は日本国の歴史が好きだっていうのが僕は本当の愛国者だと思うんだよね。全て無だけど自分はそれを選ぶんだってことですか。 その虚無感というかね、なんかいいじゃん。それが僕は一種のリチャード・ローティーっていうね哲学者がいてさ、それが1989年に偶然性アイロニー連帯とも書いてて、そこで君に似たようなこと言ってるよ。ローティーが言ってるのはすごい簡単で、とにかく彼は民主主義とか自由主義が好きなわけよ。でも民主主義とか自由主義が好きなのは、俺がたまたまアメリカに生まれてからだから、
したがって俺にとっては民主主義と自由主義を守るってことはアメリカを守るってことなんだけど、うん、ただその理念としては基本的にはどこの国に人間が生まれる落ちるかわからないし、どの時代に生まれ落ちるかわからないと、それは完璧に偶然性の問題であって、偶然性を受け入れるということでしか本当は民主主義とか自由主義はないのであると。そうですね。でただ俺がやるんだったらばそれはアメリカの価値を守ることになるんだって言い方をするんだよね、うん、あいや僕は読んだことないですけど、うん、そうでしょ、うん、そうです。で僕あとそれをでもローティはねリベラルアイロニズムって言い方をするわけ。リベラルなんだけど皮肉主義っていう、うん、僕はこのリベラルアイロニズムっていうのは最良の保守主義のあり方でもあると思うんだよね、うん、なるほど。ただ日本においてはローティの需要っていうのがまたこれによってローティは限界があるんだっていう言い方で、まあ、需要されていくわけで、それがだからまあ僕のような哲学の人たち の見方なんだけど、僕は全くこれは的を外してる見方だと思ってて、結局ローティのリベラリズムっていうのは保守主義と同じなんですよ、うん、そうですね、我々が偶然たまたま受け入れたっていうことを受け入れる保守主義っていうのはこういう形を取るんですよ。いやそうそうだと思いますよ、うん、はい、で逆に言うとリベラリズムだってゼロから発信することができないから、だから保守とリベラの対立っていうのは本当は意味がないんですよ。そうです、うん、まあそういうことを、まあ、今度の言論っていう雑誌にも書いてるんだけど、うん、はい、なんかね結局は彼に戻っていくなと思って、うん、キーン社長って言うんだけどね、うん、慶州南道の出身なんだけどね、うん、僕は生涯彼を尊敬してるな、うん、すっごい尊敬してる、うん、すいません。いやいや、ありがとう、うん、フレーザーはやっぱこういう経験があるからこそ、うん、すいません、いやいや今のは良かったよ、尊敬してるんです、良かったし、まさにこういうことこそが今の論壇に書いてることだよ、僕は金社長のこと本当に尊敬してるんだ。いやそうだし、なんていうか一つの頂戴だった、コメントで助けたし、これ大変とかじゃなくて、うん、本当に大変なことやって、大変好きなんですよ俺。分かるよフリア、はい、でもさ俺からは電話しないんだよ。いやダメなの、ダメなの、これからお前に電話しない、やだちょっとちょっとやだ先生か、あれ助けて、これどういう映像なのこれ、まずいよこの映像、お前が自由すぎでしょ、俺の助けを、これね私も淡々と友達しますけど、これかなりレベル高い番組ですよね。こんな自由な番組ないよ。先生がね指令を出すからさ、はい、うん、でもそっからさ俺の指令取りに来い、それがお前の知らずだよ、何でもやる、うん、俺ね、うん